Bonjour! Ensemble en français, Koshi no Remy です。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。今、昼間の準備をしていて、玉ねぎを薄切りにしているところです。そろそろ涙が出そうです。あ、そういえば、玉ねぎを薄切りにするは、フランス語で何というか知っていますか？エマセアノニョン。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 そうです。エマセ。エマセは、coupé en tranches fines、薄切りにするという意味です。レシピを説明するときに便利ですので、ぜひ覚えてくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、ensemble のレッスンでお待ちしています。À bientôt!